による日本のテレビアニメ作品。および、それを題材とした、漫画作品。2011年4月から9月まで、MBS 他で放送された。全25話。略称は、T、T&B、タイバニなど。放送終了後は、劇場アニメや、ウェブアニメという形で続編が展開されている。 個性豊かな特殊能力者、ネクストがヒーローとして平和を守っている、近未来的な街を舞台に、落ち目のベテランヒーロー、ワイルドタイガーこと、カブラキ、T、小鉄と、生意気なスーパールーキー、バーナビー・ブルックス・ジュニアのコンビが、他のヒーローたちと共に活躍する姿を描いた、バディモノのアニメ作品。作中におけるヒーローたちは、すべてスポンサーの援助を受けて、 ヒーローとして活躍しているという設定に基づき、放送以前から実際に各企業向けにヒーローたちのスポンサーを募集するという商業展開が行われている。また、プロダクトプレイスメント以外にもテレビ本放送時には毎回各キャラクターにちなんだタイアップ CM が放送された。劇場版ではスポンサーをプレイスメントとしている。制作スタッフは、 漫画家の桂正和をキャラクター原案に迎え、監督は佐藤健一、シリーズ構成は西田進氏、アニメーション制作はガンダムシリーズで知られるサンライズが手掛けた。本作で初のテレビアニメの脚本を担当した西田は、キャラクターの性格設定などからすべてオリジナルで創作し、実写的なストーリーを作り上げた。制作局の MBS では、 テレビアニメ史上初のユーストリーム連動放送を実施した。その後、2012年と2014年に劇場版アニメが公開。2015年10月にはハリウッドで実写映画化プロジェクトが発表されている。2020年4月、劇場版ザ・ライジング5の世界を描くタイガーバニー2が2022年から展開される。 ことが公式 HP および公式 Twitter にて発表された。2022年4月より Netflix にて全世界独占配信予定。スタッフには新たにカセミツコが監督として迎えられ、アニメーション制作はサンライズから分社した BN ピクチャーズが担当する。ネクストと呼ばれる特殊能力者がこの世に誕生してから45年。大都市。 シュテルンビルトには、スポンサー各社との契約下でその能力を駆使し、街の平和を守るネクストによって構成された、スーパーヒーローたちが存在する。ヒーローたちの活躍は専用の特別番組、ヒーロー t v で中継され、その年の、キング・オブ・ヒーローの座をめぐるランキング争いを、続けていた。ワイルド・タイガーこと、カブラキ、T、コテツも、その一人であり、 デビューから10年と最盛期を過ぎて人気もないが地道にヒーローとしての活動を続けていた。ある日、所属会社がヒーロー事業部の売却を行ったため、小鉄はヒーロー事業に新規参入を果たしたアポロンメディアに再雇用される。しかし、ヒーロー開発となるバディヒーローという会社の方針により、自分と全く同じ特殊能力を持ちながらも、 まるで正反対の性格を持つスーパールーキー、バーナビー・ブルックス・ジュニアとコンビを組むことになる。ヒーローとしての信念を掲げる小鉄と、あくまで、ポイントを稼ぐために働くバーナビーは、当初こそギクシャクしていたが、他のヒーローたちとの交流や協力、犯罪者に、死の制裁を加えるダークヒーロー・オルナティックとの戦いを、通し、信頼関係を築いていく。一方、 バーナビーにはかつて両親のブルックス夫妻を殺害した謎の組織、ウロボロスを捕らえるという目的があった。やがて、バーナビーはついに両親のあだと思われる凶悪犯、ジェイクを見つける。バーナビーは、ジェイクの収監された刑務所へ向かうが、それと同時に、彼の仲間が、ウロボロスを名乗り、パワードスーツ群で、シュテルンビルト全体を人質に取り、 ジェイクの釈放を要求する。しかし、釈放されたジェイクは、シュテルンビルトを解放するどころか、ヒーローたちとの対戦、セブンマッチを迫る。スカイハイ、ロックバイソン、コテツが破れ、バーナビーも追い詰められてしまうが、彼は、ジェイクの能力をカ破したコテツと連携し、ジェイクを捕らえる。パワードスーツ軍も待機していたヒーローたちによって、制圧されたため、ジェイクは、 逃亡を図るも人滅し、事件は収束を迎える。ジェイクの一件から10ヶ月後、小鉄とバーナビーは人気を博していた。しかし、能力の減退を起こした小鉄は悩んだ末に引退を決断する。その矢先、ブルックス夫妻の殺害に対するジェイクのアリバイが明らかになり、バーナビーの復讐が未だ終わっていないことが判明する。それと同時に、 バーナビーは記憶のそごに苦しめられる。実は、バーナビーの恩人のマーベリックこそが、魔犯人にして、記憶操作能力を持つネクストであった。マーベリックは真相を闇に葬るべく、真実を知ったバーナビーをはじめ関係者たちの記憶も、改ざんし、古徹をサマンサ殺しの凶悪犯に仕立てあげるが、彼は、マーベリックの記憶改ざんを受けなかった。ベニアルナティックの助力を得ながら、 体制を立て直し、父の窮地を知って駆けつけた娘のカイデの能力によってヒーローたちの記憶も回復する。バーナビーも小鉄の命がけのやりとりにより全てを思い出した。だが、マーベリックのさらなる企みによって小鉄とバーナビーは戦闘アンドロイド H-01 と戦わされてしまう。 ヒーローたちも個別に監禁され、互いの絆を試される窮地へ追い込まれてしまう。小鉄とバーナビーは苦戦するが、小鉄の捨て身の策とバーナビーの攻撃が功を奏し、H-H の撃破に成功する。ヒーローたちも信じ合う心とカエデの奮闘で窮地を乗り切り、脱出を遂げた。マーベリックを追い込めたと思ったのもつかの間。 量産型 H-01 軍団によってヒーローたちは逆に追い詰められてしまうがメカニックの斎藤の起点によって H-01 軍団は停止するその再起動を試みるもヒーロー TV プロデューサーのアニエスの起点によって悪事を暴かれたマーベリックは自らへ能力を用いて廃人とかす能力の限界を皆に明かした小鉄はヒーローを 引退し、シュテルンビルトの平和を仲間たちに託す。ヒーローとなる理由を失った、バーナビーも、小鉄と同時に引退を決意した。それから間もなく、マーベリックを移送していた、警察隊はルナティックに襲撃される。それから1年後、シュテルンビルトで活躍するヒーローたちの片隅に、二部ヒーローとして、復帰した、ワイルドタイガーワンミニットこと、小鉄の姿があった。 そして、小鉄の危機に、バーナビーも駆けつけるのだった。名前の表記は、ヒーロー名、本名。用語や、背景設定の詳細は、用語の項を参照。各話の次回予告のナレーションは、小鉄の、どうも、または、バーナビーの、ハイの掛け声から、タイガーバニーの、の方、ですの自己紹介形式で始まっており、 本編で触れられない自らの趣味や趣向を明かしている。例えばコテツ、何にでもマヨネーズをかける、お風呂で歯を磨く、バーナビー、好きなものは後に取って食べる、間接照明にこだわるなどであり、これらの脚本も西田進氏が担当している。次回の英大を読み上げる際には、コテツはたどたどしいが、バーナビーはとても流暢にこなしている。ブルーレイディスクは、 初回限定版と通常版が、DVD は通常版のみが発売される。通常版、限定版ともにジャケットイラストは、キャラクターデザインの葉山健二の描き下ろしで、本編の他に、特典映像として、プロモーション映像や、CM などが収録される。また、初回限定版のみ、キャラクター原案の桂正和の描き下ろしイラストの、ブックケース、さらに、 オーディオドラマを収録したスペシャル CD 特製ブックレットが付属する。単品は全員9巻で第1巻のみ1話収録。第2巻以降は各巻3話ずつ収録。発売はバンダイビジュアル。キャラクターソングタイガーバニーキャラクターソングは2011年7月6日から発売されているシングル。ボリューム1ブルーローズのキャラクターソングであり、 劇中でブルーローズ役を演じる隅サイコが歌っている。ボリューム2タイガーバーナビーのキャラクターソングと各キャラのキャラクターソングに加え両者によるミニドラマが収録されている。歌っているのは劇中でタイガーとバーナビー役を演じる平田博明と森田誠一。その他,他、ジャエ所属俳優出演簿か2012年9月22日に公開。 テレビシリーズの第1話と第2話をベースに、新作カットや、第2話と第3話の間に起こった新規エピソードを盛り込んでいる。あくまでも第1話、第2話を置き換える作品なので、登場人物の人間関係などは、第3話へ繋がるように描かれている。5週連続企画の入場者特典として、ヒーローカードを週代わりで2週ずつ、5週にわたり、全10週を配布。また、 映画の最後には公式サイトでの人気投票ベスト5のヒーローが順番に登場する映像が週替わりで上映された。遅れ公開劇場は3週に短縮され1.2週目と3.4週目をまとめて配布上映している。キャッチコピーは本物のヒーローがここにいる。全国70スクリーンという小規模公開ながら 2012年9月22日、23日の土日2日間で公衆7、384万人、900円、動員49,073人を記録し、映画観客動員ランキングで初登場第5位となっている。さらに、全国113館でライブビューイング上映された公開初日イベント、ワールドプルミエールでも公衆4、381万人、0円。 動員24,340人を記録し、イベント上英分も含めると累計公衆1億1、765万4、900円、累計動員73,413人となり、公衆別ランキングでは3位を記録した。2013年12月から2014年1月に、かけ、公術のザライジング公開を記念して、各局で、 テレビ放送された際には、本編終了後にテレビシリーズの第3話から最終話までを5分間で解説するダイジェストも流された。登場人物スタッフ主題歌、公開記念特別番組、ザビギニングの公開に合わせ、特別番組、芸能界対話に部部長、東野幸治がテレビ放送された。太字表記は、テレビシリーズの放送局。 2014年2月8日公開。テレビシリーズ最終回後のストーリーを描く、完全新作映画となる。キャッチコピーは、己の正義己の守るべきもの。全国94スクリーンで公開され、2014年2月8、9日の初日2日間で、公衆1億3、0470009、900円、動員73,716人になり、 映画観客動員ランキングで初登場第3位を記録。また、ピアの調査による初日満足度ランキングでは満足度92.1を獲得して第1位となっている。前作と同様に上映館での週替わりイベントとしてヒーローカードの配布とショートムービー、これを見ればさらに映画が面白くなるタイガーバニーの用語解説の上映が行われている。 2014年2月14日には、新宿ピカデリーでの上映後に、同年3月14日、公開予定の映画、ロボコップから、主役のロボコップが登壇し、ワイルドタイガーと並び立つというクロスオーバーイベントが、実現した。東京アニメアワードフェスティバル2015アニメオブザ・イヤーアニメファン賞受賞。あらすじ登場人物スタッフ主題歌この記事は、 以下のカテゴリーでも参照できます。劇場版、タイガーバニー、ザ・ビギニングマイナスに関するカテゴリー、劇場版、タイガーバニー、ザ・ライジングマイナスに関するカテゴリー、タイガーバニー、オンエアジャックに関するカテゴリー、タイガーバニー、ヒーローズ・デ y に関するカテゴリー、タイガーバニーにに関するカテゴリー。ありがとうございます。